を数えていたらバズりました吉川優です。今回は北九州市さんからのご依頼で関門海峡のタコの吸盤を数えてほしいとご依頼が来ました。というわけで早速家に届いたのを見てください。じゃーん、うん、すごくない？タコ、私こんな大きいタコ初めて見たかもしれない。なんかスーパーとかでよく見るタコは、まあ、ぶつ切りにしてお刺身用とかで売られてるんですけども、そのままのタコはちょっとすごいすごいですよ。なんか重いし、すごい結構なわがままボディのタコの吸盤を今回は数えていきたいと思います。頑張ります。さあ、このタコ一体どれぐらい体重があるのか測ってみたいと思います。さあ、乗せていきたいと思います。ちょ、ドゥーン、いや、エラーじゃん。ちなみになんか私も調べてみて分かったんですけど、タコってオスとメスがあるみたいで、今私が今回いただいたタコはメスっぽいですね。調べた感じオスはこの吸盤がちょっと並び方が乱雑というか、なんかちょっと雑な並び方みたいなんですけど、メスは綺麗に2列揃って並んでるのがメスみたいです。ぜひ皆さんも要チェックしてスーパーとかで買ってみてください。さあ、早速数えていきたいと思います。いつもは粒、こちらのピンセットの方で撮っているんですけども、まあ、今回吸盤なのでどうしようかなと思ったんですけども、ちょっとハサミの方で一個一個切りながら撮りたいと思います。行ってみましょう。大きい粒から、うわ、地道だな。お、あ、かわいい。このわかるかな、この透明のぷくぷくというか、なんなのこの、なんか赤ちゃんの哺乳瓶の吸うところみたいなイメージかな。かわいい。ちょっとこれ進めていきます。うわ、食べたくなってくる、取ってると。ちゃんとね、今回は何粒あるかっていうミッションがあるので、ちょっと終わったらちゃんと食べたいと思います。まあ、そのまま食べるのが気持ちいいのかな。それか串に一粒一粒刺して食べようかな。楽しみがある、その後の。しよっかな、迷うな。こんなタコ食べきれないですよ、たくさんあって嬉しい。さあ、どんどんタコの吸盤剥がしていきたいと思います。楽しい。吸盤だけ取る仕事本当に欲しいかもしれない。いや、こんなタコ見たことない。吸盤がないタコ。
え、これ最後の方とかも、本当もう最後の辺も数えるってことですよね。てか本当最後の最後まで綺麗に横2列で並んでる。いや、ちっちゃいな、最後の方。いけるかな？意外とタコ、粒というか、吸盤数すごいあるかもしれない、もしかしたら。吸盤すべて取り終えました。じゃーん、こんな感じで、すごいかわいいタコになっちゃいましたけれども、タコの吸盤全部でいくつだったでしょうか。答えは1220粒でした。あとでこのタコ美味しくいただきます。皆さんもぜひやってみてください。